今日もまた受けてさらに前回よりも軽くなれたから、こんにちは。こんにちは。1週間ぐらい経ちましたけども、目大丈夫ですか？目は大丈夫です前回ね、まあ、首肩腰、まあ、久しぶりに来られて、また痛なったっていうところでしたけども、うん、今日はいかがでしょうか？今日はでもさっきその問診の時に聞かれるまで腰全然気になってなかったから、多分前の施術で多分すごい腰は良くなったんかなって思います、うん。今腰はそんなに痛くない、ね、全然気にならなかった。日常生活でなんか痛と思うこともなかったし、うんうん、普通に難なく過ごせたかなって思います。いいですね、ありがとうございます。首も大丈夫そう。首も、うん、特に気になんかめっちゃ痛いとかはなかったから、うんうん、多分良くなったんかなって思います。なるほど。他は何か変わったこととか大丈夫そうですか？うん、もう首肩はかな、首と腰か、うん、首腰は全然それぐらい全然気にならなくなったし、動けるし。かしこまりました、はい。動きの確認をしたいんですが、首できる範囲でぐるっと回してみてもらってもいいですか？逆回してもらって、今痛み出るとか突っ張る感じとかいかがでしょうか？こっち向いた時にちょっと張るかなってぐらいで痛くはないです、うん。じゃあ今度首を下向き上向きってやってみましょうか。下向き上向きはいかがですか？上はめっちゃいく、なんか前の施術の後ぐらい上は向けるかな、うん。あ、いいですね。もう一度下向き上向きやってもらっていいですか？特に痛みは出ないですかね。前後は大丈夫です、うん。できる範囲でいいので、前と後ろ前屈と後ろ後屈をお願いします。手を添えて後ろを反ってみましょうか。腰は動かした感じいかがでしょうか？思ったよりも前に行かなかったかなって痛みが出るとか突っ張り感があるとかそういうのは痛くはないけど、張ってる感じが前にした時に、うんうん、あ、出て待ってましたか。もう一度前と後ろ前屈と後ろ後屈をお願いします。手を添えて後ろに反ってみましょうか。今大丈夫そうですかね？前行く時が張ってるかな。前がちょっとしんどい、うん、OK です。なんとかしていきます、はい。じゃあ横のベッドに移動お願いします、はい。ゆっくりと右向いてもらって楽にして、肩の力が左に向きます。楽にしてもらって今はですね、一度座りましょうか。ゆっくりと胸を張った状態で後ろに乗っかれてきてください。首の後ろ、ここで両手を組んでもらって下向きましょうか。一旦脇閉じたまま少し胸を張ってもらいます。もう一度脇閉じて肩の力がもう一回だけ回りましょうか。もう一度背中まで寝て、大きく息を吸って、はい、吐いてふう。で、手を下ろしてもらって、下向いたまま楽にしてください。これで首回してみてもらった感じはいかがでしょうか？うん、さっきみたいに張ったのは減ったかなって、うん。下向き上向きはいかがですか？下行くようになった、さっきより、うん、左足を曲げてもらって両手引っ張りますよ。両肘曲げます。ちょっと押して前に大きく息を吸って、はい、吐いてふう。今度逆向きでお願いします。右足を曲げたまま伸ばしましょう。両手引っ張りますよ。両肘を曲げます。少しだけ伸ばしてもらえ、で大きく息を吸ってゆっくり吐いてふーっと、ちょっと上向きで寝ましょうか。
足伸ばしたままちょっと骨盤周りを押していきます。開いてもらいます。腕の力だと楽にしといてもらって、手を後ろに回してもらってからゆっくりと後ろにも垂れてきてください。今度反対側で腕もらってもいいですか。握ってもらいます。腕の力だらーんと楽にしてもらって、手を後ろに回しましょう。ゆっくりと後ろにもたれます。左手をね、背中の方に持ってきてもらってもいいですか。このまま楽にしておいてください。手を押して楽にしてください。
右手をね、背中の方に持っていきましょうか。手を下ろしておいてもらって楽にしておいてください。はい、椅子をゆっくりと起き上がってください。全部施術が終わりましたけども、ボキボキ矯正大丈夫でしたか？はい、一週間ぶりやったし、めっちゃリラックスできて、受けれたかなって感じです。よかったです。じゃあまた動きの確認をしたいんですが、はい、まず最初首ぐるっと回してみましょうか。あ、全然違う。逆回して、大きいですね。うん、さっき最初やった時多分張ってたけど、うん、全然なくなったから、じゃあいい感じです。よかったです。じゃあ今度首を下向き上向きやってみましょうか。両方さっきよりも前にも後ろにも行くようになりました。 OK、うん、です。もう一度首をね、下向き上向きやってみましょうか。できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。ついた。後ろ反ってみましょうか。両方めっちゃ行くようになりました、うん、突っ張り感とかは大丈夫ですか？確かに前行く時も初め ここら辺が張ってたけど、全然手につくぐらいまで行けたから。 OK、 OK です。もう一度前と後ろ、前屈と後ろ、後屈してみてもらってもいいですか？じゃ手を添えて後ろ反ってみましょうか。まあ痛みとか突っ張り感とかないです。ないですか？よかったです。矯正術を受けられてなんですけども、全体的な感想いかがでしょうか？なん
かやっぱり前受けた時から今日までの1週間特に気になる腰とか首気になることなく生活できて、で今日もまた受けてさらに前回よりも軽くなれたから、多分またしばらくは何も痛って思うことが減るのかなって感じがしました。よかったです。じゃあまた一度ね、今日はここまでにしておきますので様子見ていただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。